皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の計算問題、今回は単項式の乗法と除法、掛け算と割り算ですね、これについてお話します。まず単項式と単項式の乗法、つまり単項式×単項式、この計算は係数の積、係数というのは文字の前についている数字のことでしてね、この積と文字の積を求めて計算します。では実際やってみます。括弧1番 5x×3y、 x の係数は 5、 y の係数が3ですから、まず 5×3、 5×3、 15となって、その後ろに x×y、 つまり xy15xy が答えということです。括弧2番-3a×6b、 a の係数は -3、 b の係数が6ですから、-3×6 を計算しますと、-18、 その後ろに a と b をかけるので ab となって、-18ab が2番の答えです。括弧3番です。 2a×4b、係数は2と4ですから、 2×4、 2が8ですね。その後ろに文字をかけた ab が来ます。括弧4番、-7x×-3y、 係数は -7 と -3 ですね。 -7×-3、 負の数かける負の数なので正の数になって、3721、その後ろに文字の x と y、ね、21xy が括弧4番の答えです。括弧5番 3x2×5x、 これはまず前の部分はね、3×x×x、 これに 5x をかける、こうなりますよね。そう、係数の部分は 3×5 なので 3×5×15、 そして x が1回2回3回かけるので x の3乗、 15x3乗が括弧5番の答えです。括弧6番は括弧して -4x 括弧閉じ2乗、これは -4x を2回かける、こういう意味ですよね。と -4×-4 はプラスの16、そして x は2回かけるので x の2乗、 16x の2乗、これが括弧6の答えです。7番ですね、a の4乗 ×a の2乗。これはもう一気に言っちゃいましょう。前の部分で a を4回かけていて、後ろの部分で a を2回かける。じゃあ a は全部で何回かけるかというと、4たす2の6回かけますよね。ですから7番の答えは a の6乗と、このように計算できるわけです。単項式と単項式の除法、つまり単項式割る単項式、この計算は2つの方法があります。この割り算を分数の形にする方法、一連の時 a 割る b を b 分の a って表しましたよね。この考え方でやる方法と、割り算を逆数を使って掛け算に直して計算すると、この方法があります。では順番にやっていきます。括弧1番 15ab÷3b、 これを分数の形に直しますと、割る数の 3b が下に来て、上には 15ab、 こうなります。ここで約分しますね。数字の3と15を約分します。 b と b を約分します。そうすると分子5と A が残っていますね。分母は1になっちゃったので消えて、答えは 5A、 このように計算できます。同じように括弧にもやってみます。 18xy÷-6x、 割る数が負の数なので、答え負の数になるので、まず負の符号を前に出して 6x分の18xy、 このように書きます。
で、6と18を約分します。18は3になりますね。で、x と x を約分すると、そうすると分子には3と y が残っていて、この前にマイナスがついているの忘れないでください。マイナス 3y、 これがカッコ2の答えということです。カッコ3番 8xy 割るマイナス3分の 2x、 これは掛け算に直しましょう。イコール 8xy かけるマイナス 2x 分の3と、こうなりますね。この x が、ね、逆数にするとこの分母に来ると、これを間違えちゃう人がいます。で、 x が分子に行っちゃう人がいるんですね。これは考え方を覚えてください、小学校の時整数を分数に直す方法やったと思います。例えば3は分数だと1分の3なんて、こうなりますよね。この3はこれ分子にありますよね。これと同じ考え方でマイナス3分の 2x の x っていうのは1分の x、 つまり分母が1で分子に x が来てる。これ掛け算にすると逆対なので上と下ひっくり返りますから x 分の1ですよね。つまり x が分母に来るわけですね。この考え方でマイナス 2x 分の3になるわけです。で、約分します。この2と8を約分します。 x と x を約分します。で、 4y かけるマイナス3、こういう計算になりますね。で、負の数をかけているのでマイナス 4312y と、括弧3番の答えはマイナス 12y、 こうなるわけです。上女の混じった計算では除法を乗法に直して計算します。つまり割り算の部分を逆数を使って掛け算にして計算すると、こういうことです。括弧1番 12a÷6ab×8b 乗、割り算はここの÷6ab ですよね。ここを逆数を使って掛け算にしますと、 12a×6ab 分の 1×8b 乗、こうなりますね。で、これを一つにまとめると分母に 6ab、 分子に 12a×8b 乗で、6と乗に約分します。 a と a も約分します。b と b 乗約分しますね。分母の b は1になって、 8b 乗のこの b 乗がただの b になります。分母1になりました。分子は2と8b が残っていますから 2816b というのが括弧1の答えになるということです。括弧2番同じように考えます。4x 2乗かける、括弧マイナス 6y 2乗、括弧割る 8xy、 割り算の部分割る 8xy、 これを掛け算に直しますね。イコール 4x 2乗かけるマイナス 6y 2乗かける 8xy 分の1、これを一つにまとめると、これ負の数1つかけているので分数の前にマイナスをつけておきますと、分母は 8xy、 分子は 4x 2乗かける 6y 2乗と、4と8約分します。4は1になって、8が2になります。この2と6を約分します。2は1になって、6はこれ3になりますと、x と x 2乗を約分して、下は 1x 2乗はただの2乗が取れて x と、同じように y と y 2乗も約分します。下の y は 1y 2乗は2乗が取れてただの y ですね。これを計算すると、分母の部分1になってました。分子は何が残っているかというと x と 3y が残っていますから、
マイナス忘れないようにつけて 3xy とマイナス 3xy というのがカッコ2の答えになるわけです。よろしいでしょうか。今回は単項式の乗法と除法についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。